ウクライナへの侵攻を続けているロシア軍と東部バフムートで硬直状態となる中、ウクライナ軍はドニプロ川を渡り南部でも攻防が続いているよ。そんな時、ロシア軍が最後の砦となるクリミア半島に竜の歯を設置し塹壕を掘っている動画が公開されたな。ウクライナ軍の進撃が順調でロシア軍は退路を確保しているとも言われているが、まだロシア軍の防衛線が完全に突破されたわけでもないし、ウクライナ軍も油断できないぜ。そうだね。さて今回は、クリミア半島に設置された竜の歯について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。クリミア半島の先住民族であるクリミアタタール人とウクライナ人からなる軍事パルチザン運動組織のアテシュは、10月4日にクリミア半島の東端に位置する港湾都市フェオドシア付近に、防衛線とみられる、対戦車障害物として知られている竜の歯らしきものが映っている映像を公開したよ。このクリミア半島は2014年、ロシアに一方的に併合されており、ウクライナはクリミア半島を奪還すると表明しているね。竜の歯ドラゴンの歯とは対戦車障害物とも戦車のような無限軌道のキャタピラーで走行するために道路以外の不整地でも移動可能なものの動きを妨げるために、設置された人工の防御用の障害物で、鉄筋コンクリート製の三角錐や四角錐の突起物を敵の戦車が向かってくる方向に対して直角になるように、数百メートルから数キロメートルの長さに密に並べて敷き詰めてあり、さらに複数の列で構成され戦車が走行できなくなるような構造になっているぜ。そもそも戦車は分厚い装甲で、無限軌道より道路がない荒れた不整地のような場所でも走行できるが、幅がある川や深く掘られた塹壕などは容易に乗り越えることができず、竜の歯のように鉄筋コンクリート製の硬い障害物を乗り越えようとすれば、戦車の底部が突起物に乗り上げてしまい、キャタピラーが地面から離れてしまうので、無限軌道ができず身動きができなくなってしまうわけだ。このような戦車の弱点をついたのが、竜の歯と呼ばれる人工の障害物で一般的には鉄筋コンクリート製の四角錐の障害物が戦車の走行を妨げるように徐々に高く、複数列に敷き詰められているぜ。戦車が激突した際に竜の歯が壊れたり、ずれたりするのを防ぐために近い位置から2メートルの深さにコンクリートの土台を埋め、その上に竜の歯を乗せるような作りで戦車が激突したくらいでは壊れないのが一般的だね。このような四角柱の多くのブロックが地面に密に敷き詰められている様子が竜の歯のように見えることから、こう呼ばれるようになったと言われているよ。竜の歯は、第二次世界大戦時ヨーロッパの戦域ではすでに使用されており、向かってくる戦車等の機甲師団の進撃を食い止めるために考案された古い対戦車用の障害物ではあるんだけど、戦車の性能が強化され現代化したとしてもキャタピラーを左右に有するという基本的な構造自体は変わらないのだから、戦車の進撃を食い止める方法としてはシンプルだが、今でも有用だと考えられているんだ。ロシアは占領したウクライナの各地、ほぼ全域を制圧しているルハンシク州の西端において、ロシア国境の近くから南のドネツク州との境界あたりや、ドネツク州からザポリージャ州にかけての要所に竜の歯を設置しており、3列に並べられた竜の歯は数百キロから千キロメートルに及ぶとされ、その両側には巨大な塹壕が掘られ三重の防衛線が設置されている様子が人工衛星の画像で確認されているね。しかし、短期間でこのような広範囲にわたって設置したとすれば、この竜の歯は地下深くにコンクリートの土台を設置し梁を埋めて強固にした本来の構造ではなく、四角錐の突起物を地面に設置しただけの箇所が多くあるのではないかと見られているぜ。ウクライナ国防省が SNS に投稿された動画ではイギリスがウクライナに供与した新型の主力戦車のチャレンジャー2が、あっさり竜の歯を押しのけ突破している様子の動画が公開されており、今回、動画で確認されたようにロシア軍が設置した竜の歯は地下深くに土台を作ったりせず、ウクライナの反撃に間に合わせるため戦車が簡単に突破できるくらいの障害物に過ぎなかったのではないかと思われるね。今回、クリミア半島の東端に位置しているフェオシアで竜の歯が設置されているのが確認されましたが、
ロシア本土のグラスノダール地方とクリミア半島をつないでいるクリミア大橋が架かっているケルチ海峡があるケルチ半島の南西方向にあり、黒海に面した港湾都市で、オランダのシンクタンクであるハーグ戦略研究センターに所属している戦略アナリスト、フレデリック・メルテンス氏によると、フェオドシア北東部にあるとされているユーノハは、町から約16キロ離れたケルチ半島の根本部分の最も狭い部分に設置されているというよ。今年6月初旬から反転攻撃作戦を開始したウクライナ軍のザポリージャ州の攻撃軸における本命は、ドニプロ川を渡りウクライナ軍の支配下にあるオレホボから鉄道交通の要衝であるトクマクを経て、アゾフ海に隣接するザポリージャ州南部の要衝であるメリトポリを奪還した後に、ロシア国内のロストフナドヌからドネツク州とザポリージャ州を経由してヘルソン州南部やクリミア半島への補給路である、いわゆる陸の回廊を切断することにあり、そこからヘルソン州のロシア軍の防衛線を突破しクリミア半島の奪還を目指すことが最終目標と見られているな。もしこれが実現したなら、2014年に併合して以来クリミアに駐留しているロシアの部隊を維持していくのが難しくなるぜ。ウクライナ軍がこのような作戦で前進してくることは、クリミア半島を占拠しているロシア軍は当然わかっており、クリミア半島北部のジャンコイやアルムヤンスクとヘルソン州とをつなぐ地域に、ユーノハや塹壕による防衛線を構築していることが衛星画像などで確認されているよ。フェオドシア北東部にあるとされているユーノハがその場所に存在するのが事実なら、ウクライナ軍の反転攻勢作戦によりクリミア半島北部から進撃してくると見られるウクライナ軍からフェオドシアを防衛するものとは考えにくいんだ。また、ウクライナ海軍の戦力を考えたとして、ウクライナ軍がクリミア半島への上陸作戦を試みる可能性はまずないだろうな。すると、ロシア軍がこのユーノハを構築した本当の目的はケルチ半島の守りを固め、さらにクリミア大橋を守るという可能性が非常に高いとの見方が出ているぜ。もし、ウクライナ軍がケルチ半島へ進軍するのを防ぐためにユーノハが設置されたのであれば、ロシア軍はクリミア半島までウクライナ軍が突破してくると考えている証拠であり防衛の準備をしているとも取れ、さらには、ウクライナ軍がザポリージャ州のロシア軍の防衛線をも突破し、トクマクやメリトポリを奪還しクリミア半島に押し寄せてくると想定しており、クリミア大橋をロシア本土への退却路と考えているのではないかと指摘する声も出ているらしい。クリミア半島の先住民族であるクリミアタタール人とウクライナ人からなる軍事パルチザン運動組織のアテシュは、フェオドシア近郊におけるユーノハ設置の情報の他に、クリミア半島においてロシア軍の長距離地対空防空ミサイルシステム S-300 が設置されている7地点を特定し、同半島南部のシンフェロポリの北にあるグバルディスコエ空軍基地周辺で新たな要塞が、気づかれていることを確認したことも明らかにし、ロシア軍がクリミア半島の防衛を固めていると見ているね。その他、10月1日にはウクライナ軍との関連のある国の公的機関国民レジスタンスセンターも、ロシア軍はクリミア半島の内陸の町に防空装備を移送し、町を防衛するために建造物を強化をしているとの報告をしているみたい。今では、ロシア軍は広範囲のユーノハの設置や塹壕堀に労力を費やしており、これまで占領してきた地域の防衛に徹して、守りを固めている状況だが、このユーノハの有用性については西側のメディアや軍事専門家の間では疑問視する声もあるようだぜ。ロシア人による反プーチン政権武装組織が2023年5月22日、ウクライナ側から国境を越えてロシア西部のベルゴロド州へ侵入し、複数の戦車や装甲車両を投入しロシア軍が設置したユーノハと塹壕の防衛線をあっさり越えロシア領内部核に侵攻したよ。この防衛線の建設にはベルゴロド州では100億ルーブル約186億2600万円を投じてこの防衛線を築いており、同州のバチェスラフ・グラドコフ知事は昨年4月から始まった防衛線建設作業がようやく完了し、ベルゴロド州の防衛は万全になったと。今年の3月に宣言していたのにもかかわらず、武装集団はユーノハを迂回しロシア軍の兵士が少ない場所を選び、あっさりと防衛線を越えてしまったらしいな。今ではロシア軍の兵力不足は慢性化しており、
他の地域でも同様に防衛線を突破される可能性は大きく、西側諸国では竜の歯の設置にどれだけの効果があるものかと注視しているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。TOS-1 ブラチーノはロシア語では TOC-1 と表記され、これには重火力投射システムとの意味があるんだ。この TOS-1 は T-72 戦車の車体に 220mm ロケット弾30連装発射機を搭載した多連装ロケット砲システムマースの一つで、30発のサーモバリック爆薬弾頭ロケット弾をわずか15秒で発射する連射性能があるが、その射程は 500m から 3.5km と短いぜ。車体のサイズは全長 9.5m 全幅 3.6m 全高 2.22m 重量 45.3トンで、V84MS ディーゼルエンジンによって最大速度 60km を発揮して行動距離は 550km とされ乗員は3名だな。さて今回は、ロシア軍がウクライナ戦線に投入した新兵器について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。サーモバリック爆薬弾頭ロケット弾に使用されているサーモバリック爆薬は、燃料気化爆弾の次世代型にあたる気体爆薬で、燃料気化爆弾が酸化エチレンや酸化プロピレンなどの液体燃料を瞬間的に気化させて爆発させるのと違い、サーモバリック爆薬は固体の化合物でありそれを気化させることで粉塵爆発と強燃焼性のガス爆発による、複合的な爆発を起こす強力な爆薬で、その熱爆風衝撃波によって建物を破壊し、人間を殺傷するが、戦車などの厚い装甲を貫く貫通力はないんだよね。燃料気化爆弾では不安定な液体の燃料を使用するために、一次爆薬の力で燃料を加圧沸騰させる必要がありそのための装置となり、さらに運搬や貯蔵に不向きであり実際に運用には大きな支障をきたすのに対して、サーモリック爆薬は安定している固体の状態で弾頭に搭載されているため、運搬貯蔵が容易であることに加えて爆薬の体積あたりの威力が燃料気化爆薬より大きいという利点があるんだ。密度の高い固体の塊のため体積が小さく、起爆に必要な装置も燃料気化爆弾のような特殊なものがいらず信管のみで起爆するため小型の兵器に搭載することも可能で、歩兵携帯用ロケット弾や 40mm グレネード弾なども開発されているよ。このサーモバリック爆薬弾頭ロケット弾を搭載した TOS-1 は、1980年後半のアフガニスタンで実戦テストが実施された後、1990年代のチェチェン紛争のほか、イラク、アゼルバイジャン、シリアなどで実戦使用され、その絶大な威力から西側諸国のメディアなどからロシア最強車両とも呼ばれているよ。2022年2月24日にウクライナ侵略を開始した頃のロシア軍では十数両を保有しているのみとされていて、一部の戦線にのみ投入されていたが、現在では毎週2両が生産されているとも伝えられていて、ウクライナの各地に配備されているのが確認されているが、現時点でロシア軍の保有数とウクライナの最前線への配備数は不明だね。サーモバパリック弾薬弾頭ロケット弾30発を15秒で撃ち込む TOS-1 は、目標地域一面を火の海にするだけでなく、その燃焼によって一瞬にして周囲の酸素を奪い人間を窒息死させ、さらに衝撃波は人間の肺を押しつぶし呼吸困難にさせるぜ。塹壕などの陣地攻撃や、市街戦における戦闘において圧倒的に殺戮をもたらす兵器であり、シリアでの市街戦に使用された際には、建物の陰に隠れていた市民を大量に殺害したことで知られているな。ウクライナ軍はこの TOS-1 の存在には注意を払っていて、発見すれば即座に破壊することを優先しているとされ、今年になって6月10日にザポリージャ州においてウクライナ軍の M109A6 自走式榴弾砲によって TOS-1 が破壊される動画が公開されたほか、10月8日にも同じくザポリージャ州において、ウクライナがアメリカから供与されている M142 高機動ロケット砲システムハイマースによって TOS-1 を破壊したとする動画をウクライナ国防省が公表しているよ。ウクライナ国防省によれば、TOS-1 を発見するためにウクライナ保安庁 SSU の特殊部隊が偵察を実施して、
その位置を特定するという協力体制を敷いていて、位置が特定された TOS-1 をその射程外からハイマースで発射可能な長射程の GPS 誘導ロケット弾 M31 によって、攻撃して破壊しているとしており、オランダのオシントサイトであるオーリクシーによれば、ウクライナ軍はこれまでに TOS-1 を5両破壊して、3両を露獲したとしているね。また、ロシア軍は TOS-1 の他にもウクライナの最前線に新兵器を投入していて、送輪式自走迫撃砲システムに S40 フロックスが配備されていることが確認されているぜ。この S40 フロックスは、ロシア軍が運用しているウラル4320型 6×6 装甲トラックの車体に、ロシアの軍需産業の一つロステック社が開発したフロックス 120mm に S40 迫撃砲システムを搭載したもので、2S31 ベイナ自走式迫撃砲システムを一部流用した簡易版とも言われ、ロステック社の子会社であるウラルワゴンザボド社が2021年から生産を開始しているな。車上のフロックス 120mm に S40 自走迫撃砲システムには28発の迫撃砲弾が搭載されていて、2A80 型迫撃砲からは自動装填装置によって毎分8発から10発を連続投射可能で、迫撃砲弾だけでなく通常の榴弾砲弾なども発射可能とされているほか、北大西洋条約機構NATO規格の 120mm 迫撃砲弾の発射も可能で、さらには地雷も発射することができるらしい。フロックスから発射される迫撃砲弾の射程は 7200km とされているが、射程延伸タイプの粘着榴弾 HEP を用いた場合は 13km にまで射程を延伸させることができ、榴弾ヒートであれば射程は 7.1km、地雷の場合でも 7.5km の最大射程距離があるぜ。榴弾砲としても運用が可能で、トラックの運転キャビンの屋根には、7.62mm 機関銃、レーザー警報システム、光学妨害装置を搭載した遠隔制御兵器ステーション RCWS などが装備され、キャビンには装甲が施されていて消火器などの攻撃から乗員を保護しているよ。乗員は乗車したまま砲撃を実施した後、離脱して位置を移動するのに一部もかからず、発射位置の特定が難しいとされているね。製造元のロステック社では、フロックスは、榴弾砲と迫撃砲の両方の性能を兼ね合わせているだけでなく機動性と安全性をも向上していて、手動操作と自動操作を合理的にバランスよく作動させて、乗組員の負担となる作業を可能な限り軽減するとして、価格は比較的低価格であるため入手しやすく、ロシア軍だけでなく国際社会においても需要が大きいとしているよ。ロシア軍ではこの 2S40 フロックスを緊急展開部隊用の火砲として運用するのではないかと見られていたが、ウクライナ侵略戦争において榴弾砲などの野砲が多数破壊されているため、2S40 フロックスを今年から自走式迫撃砲としてロシア軍への納入が進められ10月5日に納入されたことが発表されたのであるが、この納入されたばかりの新兵器は早速ウクライナの最前線に配備されたようで、翌日6日も早くもウクライナ軍によって破壊されたとする動画が SNS に投稿されたぜ。6日に SNS に投稿されたウクライナ軍の自爆攻撃型ドローンから撮影されたと見られる映像からは、道路を走行中の車両にドローンが体当たりする瞬間までのシーンが映されていて、画像が不鮮明であるためにわかりにくいながらも、走行している車両がトラック式のもので、その荷台にはフロックスのように見える砲塔が搭載されているのが確認できるな。動画はドローンの自爆とともに終了しているため、この車両がドローンから受けた損傷の程度は不明であるものの、もし自爆攻撃型ドローンが正確に荷台のフロックスに命中していたとするならば使い物にならないほどの被害を受けたことは疑いなく、迫撃砲として使い物にならないと見られているね。今月の初回納入バッチで何両のフロックスがロシア軍に納入されたのかは明らかにされていないが、そのうちの1両が配備されてからわずか1日で使い物にならなくなった可能性があり、ロシア軍の落胆は相当のものであろうとする声が多いみたいだな。ウクライナ軍はハイマースや M270 などのマースから発射可能な射程 90km で、
GPS 誘導によって正確に目標を攻撃できる GMARS ロケット弾をアメリカから供与され駆使していることから、GOS-1 やフロックスがいかに強力な火砲であったとしても、その射程外から破壊することが可能であり、ロシア軍が切り札として期待して投入したとしても最前線に出すや否や破壊される可能性が大きく、これら新兵器が戦況打開のゲームチェンジャーにはならないとの見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。このところウクライナの最前線においてロシア軍の T-90 戦車がよく見られるようになり、攻撃を受けて破壊される動画や画像が SNS などで散見されるようになっているよね。このことはロシア軍がこれまでは T-72 や T-80 などを主力として、最新の量産型である T-90 を温存する傾向にあったものが、T-72 や T-80 の損失が大きくなり、モスボール保管されていた古いタイプを回収した上で最前線に送り込んでいたものが、その在庫すら枯渇したためにさらに旧式の T-62 や T-54-55 の保管在庫まで引っ張り出していたよな。それがここ数ヶ月においてはこれまで損失が多かった T-80 などの損失が減少し、最前線で破壊される T-90M が60両ほど確認されるなどして、これまでと比べて極端に増加しているというぜ。そうだね。さて今回はロシア軍の T-90 戦車の損失増加について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。冒頭の件に関して10月10日のフォーブスジャパンに、ロシア軍の T-90 の損失が急増しているのは、ロシア国内の戦車製造工場が戦時体制によって T-90 の増産に取り掛かっているためだと主張する軍事評論家の記事が掲載されているよ。その記事によると、最前線において T-90 の損失が急増している理由は、ロシアがウクライナ侵略を開始してから1年と9ヶ月目となった今になって、前線に配備されている T-90 が増えていることと関係しているとして、ロシア軍の T-90 の損失数が増えているのは配備されている T-90 の総数がここに来て増えているためだというんだ。ウクライナ侵略以降、想定していなかった数の戦車を失ったことで、慌てて古い在庫を引っ張り出して対応したが、この記事ではそれはあくまでロシアの軍需産業界が戦時体制を取り、西側諸国からの輸入に頼っていた高品質な電子機器などの制裁が強化されたことに対応して、代替品を増産できるようになる間の応急処置であるとしているな。さらに記事では、ロシアはこの2年ほど戦車の生産を増やす動きを見せていて、その取り組みが実を結びつつあり、西側諸国の制裁対象の一つであるフランス製光学機器については、国産の機器開発が進み代替品が登場しているとして、国内における戦車生産に支障がなくなったことを指摘したぜ。そして、これまでは現行の現役戦車である T-72B3M と T-90M を製造する工場がスベルドロフスク州のウラルバゴンザボード工場だけで、このウラルバゴンザボード工場ではウクライナが提供されているドイツ製のレオパルト2や、イギリス製のチャレンジャー2にアメリカ製の M1 エイブラムスなどの西側諸国製の新型戦車の総数に匹敵するとされる T-90M を、わずか6ヶ月の期間で製造することができるとされ、それに加えて現在では、シベリアにあるオムスクトランスマッシ工場において T-80BVM の生産を開始するために生産設備の一新を進めているとしているね。このことを裏付ける報道としてアメリカのメディアである CNN が今年の4月に、ウラルバゴンザボード工場の戦車生産数が推定で月に20両前後のであると思われると報じていることを挙げたほか、ウクライナの軍事専門サイトであるディフェンスエクスプレスが、ウラルバゴンザボード工場に加えて、オムスクトランスマッシ工場と改修されて戦車製造を開始した様々な事業所などにおける、戦車の新規製造数が全体につき90両の戦車を生産する能力を持つ可能性があると報じたことをこの記事では取り上げていて、もしディフェンスエクスプレスの数字が正確であれば、ロシアは戦闘によって毎月損失する戦車の数をほぼ補える T-90、T-80、T-72 の新型タイプの戦車を最前線に送り込むことができるとしているみたい。ロシアのウラジミール・プーチン大統領はロシア人ジャーナリストとのインタビューで、
ロシアは今後3年間で1600両以上の戦車を生産し、近代化すると述べていて、これはつまり年間500両以上のペースで戦車を生産するということになるんだ。かつて旧ソビエト連邦は第二次世界大戦末期の1944年から1945年において、年間1万両以上の T-34 戦車を大量に製造したが、その頃のソ連にはそれだけの工業力があったな。しかし、今のロシアにはそれだけの工業力がないばかりか、近年の高度なシステムによって複雑化した戦車を年間数百両ペースで製造する生産能力を持っておらず、西側諸国においてでさえ最新型の戦車を急遽増産できるほどの生産能力はないぜ。このインタビューにおけるプーチン大統領の発言中で注目したいのは増産する1600両の中に近代化も含んでいる点であり、おそらく今のロシアで生産されている戦車は新規生産ではなく、近代化を施した車両がその多くを占めているとの見方があるね。実際にロシア軍が最前線に投入している T90 戦車は初期型の既存の T90 の改修モデルである T90M で、1992年収益のこの旧型タイプの T90 をロシア軍はウクライナ侵略以前に350両保有していたんだ。ロシアは T90M を200両生産するとしているんだけど、現在最前線に送り込まれている T90 戦車はおそらくは新規生産されたものではなく、この既存の T90 に近代化改修を施してアップグレードされたものと考えられるよ。この T90M のほか、ここ数ヶ月では最前線でもよく見かけるのが T62M だが、これも1962年に運用が始まった第二世代主力戦車の T62 の近代化改修版であり、その多くが倉庫で眠っていたモスボール保管された車両で、ロシア軍では3年がかりで800両の T62 を T62MV に近代化するとしていることなどからして、プーチンがインタビューで語った今後3年で生産される1600両のうち、少なくとも1000両は現在保有している保管在庫含む戦車の近代化ということになり、フォーブスジャパンの記事にあるようにロシアの戦車生産能力が向上しているという主張は怪しいな。さらにロシア軍は1950年代に収益した T54-55 戦車をやはり保管倉庫から引っ張り出し、移送する様子が確認されていて、こちらも近代化した上で戦線に投入されるものと推測されており、これもプーチン大統領が語った新しく生産する戦車の中に入るとするならば、残りの600両もまたそのほとんどが既存戦車の近代化と思われると指摘する声が上がっているぜ。このように考えるならば、フォーベスジャパンの記事が主張しているように、ロシア軍の T90 の損失がここ最近で増加しているのが、保有していた350両の旧タイプの T90 に近代化改修を施した T90M であるならば、新たに最前線に届けられて配備数が増えというのは正しいが、そのことが直ちにロシアの軍需産業の戦車生産能力が向上したとは言い切れないってわけだ。しかもこの最近のペースでウクライナ軍に破壊され続ければ、350両あった T90 の在庫が枯渇し、最前線の T90 が減少一方になる可能性があるだろうな。フォーベスジャパンの記事では T90 の損失の急増は、ロシアの大量虐殺的な戦争にとって良いニュースだと考えるのは甘い見方だとして、だが、ロシアの戦車産業が取っている戦時体制が徐々にではあるがうまくいっているとしているが、その戦車産業がうまくいっているのが近代化改修だけである可能性は否定できず、ロシアの戦車生産能力がウクライナ侵略戦争における損失を上回るとするのはやや早計であろうとの見方が多いみたい。さらにこのフォーベスジャパンの記事を書いたライターは、ウクライナ軍で懸念されるのはウクライナ国内の主力戦車工場であるハルキウ州にあるマリシェフ工場が、未だに新型戦車を生産していないことだとして、外国から供与される戦車が頼りのウクライナが、自国の戦車を生産していないことが不安材料だとしているんだって。しかしながらウクライナ国内では今、ドイツの主力戦車レオパルト2を生産している防衛産業企業のラインメタル社が、ウクライナ国内に戦車生産工場の設立を推進していると明らかにしているなど、今後ウクライナ軍の装備は西側諸国のものに置き換えられと見られていて、旧ソ連ロシア製の戦車や装甲戦闘車両を、
改めて国内で生産する必要性が薄くなっていると指摘されているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。